河瀬玄太郎5月3日から2003年1月24日は日本の実業家、日本生命名誉会長、滋賀県出身、滋賀県立八幡商業学校を経て、1937年に彦根高等商業学校を卒業。同年日本生命保険に入社し、取締役関連部長、財務部長、常務取締役、専務取締役、 代表取締役副社長等を経て、1982年に、広予言の公認として、代表取締役社長に就任。初代の優価証券部長の時、証券不況に遭遇、徹底した防戦外で注目された。社長在任中に、座政保の筆頭格に育て上げ、保有契約校などで、世界一を達成する。1989年、社長の座を、 伊藤女性に譲り代表取締役会長へ移動。1996年に代表取締役会長並びに取締役を退任し相談役名誉会長となる。1998年には顧問を務めた。2003年、兵庫県宝塚市の病院で心不全にて86歳で死去。その他の役員としては生命保険協会会長。 関西経済連合会副会長、近畿日本鉄道、近畿日本ツーリスト、南海電気鉄道等の取締役、住友銀行、大丸、阪急電鉄等の関西役をそれぞれ歴任。ハーレー・ダビッドソンで、滋賀県の大見八幡市から、大阪の日本生命本社まで通勤していたこともある。ありがとうございます。